はい、こんにちは、116インズです。ワールドシリーズ終了から1週間が経過し、もうすっかりオフシーズン。気づけばクオリファイングオファーの提示期限も過ぎまして、移籍市場に誰が出てくるか概ね固まったかなという感じです。ワールドシリーズが終わってからクオリファイングオファーを選手に提示するか否かもそうですが、オプションを行使するか否かについても決断が必要で、そのあたり結構怒涛の勢いで動きがあったように思いますので、今回はそれをおさらいがてらまとめていこうかなと思っています。はい、まずはクオリファイングオファーを提示された選手たちを見ていきたいんですが、そもそもクオリファイングオファー、略すと QO なんですが、これって何ぞやというところから簡単に説明しようかなと。クオリファイングオファーは FA となる選手に対して MLB 上位125選手の平均年俸の額で1年契約を提示できる制度のことで、その選手のキャリアで一度だけ提示が可能です。提示を受けた選手はそれを飲んで残留するか、あるいは拒否して FA ともなれますが、仮に選手が QO を拒否して他球団と FA 契約を結んだ場合、もともとその選手が所属していた球団は保証のドラフト指名権を得ることができ、逆に移籍先の球団はドラフト指名権を失うこととなります。なお、どの順位の指名権を得るのか、あるいは失うのかについては、そのチームが贅沢税や収益分配の対象なのかによっても変わってきます。今年の QO の年俸は史上最高の 2032.5 万ドルで、基本的にはその年その年俸を上回るような大型契約が見込まれるスター選手に対して提示がなされます。今年のオフは大谷さんやベリンジャー、ヘイダーなど計7人の選手に対して QO が提示されましたが、全員なかなかの契約を今オフ手にするはずですので、提示された選手に関して大きなサプライズはなかったですね。またおそらくですが、全員 QO を拒否することにもなるでしょう。逆に QO が提示されなかった主な選手も見ていきましょう。一番のサプライズとして挙げるなら、マリナーズがテオスカー・ヘルナンデスに対して QO を提示しなかったことでしょうか。ヘルナンデスは例年と比べて今季ダウンイヤーでしたが、それでも野手の選手層が薄い今年の冬ですので、年平均2000万ドル弱の複数年契約をおそらく結ぶことになるでしょうし、提示濃厚とされていましたが、意外にも提示はされず、マリナーズはチームとして三振を減らしたい意向を明確にしていて、その中で今季211三振を喫したヘルナンデスが方針にフィットしないのは確かにそうなんですが、万が一残留された場合に2000万ドル以上負担するのは重すぎると判断したんですかね。また今季好成績を上げたドジャースの JD マルティネスに関しても QO 提示はされず、DH 専門の選手ですので、どちらにしても提示するか否か 50-50 みたいな感じではありましたが、これに加えてドジャースは今年の冬大谷さん獲得に向けて本気で動くでしょうし、そのためには DH も開けておく必要もありますから、そこも含めて最終的には提示しないという判断につながったのかなと思いますね。続いてはオプションの行使状況を見ていきましょう。まずはクラブオプションを行使された選手から。基本的にはパフォーマンスと比べて金額が安いとチームが感じるようであれば行使されるはずで、クラブオプションが行使された主な選手を見てもまあ妥当かなという面々が並んでいます。ドジャースのマックス・マンシーはもともと来季1000万ドルのオプションがありましたが、それを上書きする形で2年総額2400万ドルの契約を締結。 FA 市場の注目選手を挙げた動画の中で、先発投手の一人としてカブスのカイル・ヘンドリックスの名前を挙げたと思いますが、すみません、彼は1600万ドルのオプションがありましたね。カブスは今回これを行使して残留が決まっています。そろそろ引退するかもと匂わせてからだいぶ経ったブレイブスのチャーリー・モートンも、来季が40歳のシーズンですが、ブレイブスは彼のオプションを行使。プレイオフで大車輪の活躍を見せたレンジャーズホセ・ル・クラークの625万ドルのオプションも当然の行使となりました。続いては選手側がオプションの行使権を持つプレイヤーオプションを行使して残留を決めた選手たち。こちらクラブオプションとは逆に、選手から見て今季のパフォーマンスではオプション以上の金額を FA 市場で得られないと判断すれば、選手側がオプションを行使することが多く、まあ今季のプレイからしてこちらも納得の面々が並んでいるのかなと。少し意外だった選手を挙げれば、マーリンズのジョシュベルが来季1650万ドルのオプションを行使したくらいでしょうか。確かに今季のベルは特にガーディアンズで WRC プラス96と苦しみましたが、トレードデッドラインでマーリンズで移籍した後は WRC プラス119と調子を戻し、マーリンズ打線の中軸として活躍。今季 FA の野手の選手層が薄いことから、複数年契約を視野に市場に再挑戦する可能性もあるかと思いましたが、マイアミに残る決断を下しました。マーリンズからすればコンフ後でも触れますが、ホルヘ・ソレアがおそらく流出すると思われ、ベルも移籍となればパワーソースを一気に2枚失いかねなかっただけに、ベルの残留は大歓迎なんじゃないですかね。続いてクラブオプションあるいはプレイヤーオプションを破棄して FA となる選択を下した選手たち。こちらも基本的に大きなサプライズはなかったので、比較的行使もまあなくはないかなと思った選手たちをリストアップしましたが、2002年にドラフトされて以来ずっとレッズ一筋でプレーしてきたジョイ・ボットの2000万ドルのクラブオプションも破棄となりましたね。ここ2年間はリーグ平均以下のバッティングに終始し、レッズも若い内野手がかなり揃ってきていますので、チームとしては妥当な判断だとは思うんですけれども、それでも寂しいものですよね。
もちろんまだ FA になっただけなので残留の線もなくはないですが、ボットはレッズ、そしてシンシナティのコミュニティに対して感謝の意を表明する動画をアップしていましたので、まあ現役続行するなら他球団でとなってしまうんですかね。2013年のドラフト以来ホワイトソックス一筋でプレーしてきたティム・アンダーソンに対する1400万ドルのクラブオプションも破棄となりまして、アンダーソンも来季は今までとは違うユニフォームを着ることになりそうです。続いてはオプトイン、オプトアウトの決断。選手によっては契約途中であっても FA となれる権利、これをオプトアウトと呼ぶんですが、その権利を有している選手がいまして、その決断ですね。今年の冬オプトアウトを選択したのはマーカス・ストローマン、エドワルド・ロドリゲス、マイケル・ワカ、ホルヘ・ソレア、ショー・マナヤの5人。カブスのストローマンは今季後半戦怪我などもあってボロボロでしたので、来季2100万ドルの年俸を受け入れるものだと思っていました。とはいえ前半戦は良かったので、ストローマン側からすればそれ以上の契約はゲットできる自信があるのでしょう。ロドリゲス、ワカ、ソレアのオプトアウトについては特に驚きはなし。ソレアは休養が出ていればマーリンズに残ったと思いますが、それも出なかったのでおそらく他球団移籍となるのかなと思っています。マナエは今季防御率 4.44 と微妙で、来季年俸は1250万ドルでしたが、シーズン終盤の投球内容が良かったのでこちら強気にオプトアウトしてきました。逆にオプトイン、FA とならずに残留を決めた選手ですが、タイガースのハビア・バイエズが唯一のオプトイン、残り4年の契約を全うすることとなりました。まあ WRC プラス61の選手が FA になっても仕方ないので、これは妥当な判断だと思います。これ以外ではまたトレードも早速いくつか成立しました。主力レベルの選手ではマーク・キャナがブルワーズからタイガース移籍となりました。キャナは来季1150万ドルのオプションがあり、それを破棄する場合はキャナに対してバイアウト200万ドルを支払う必要があるんですが、おそらくブルワーズはオプションを行使するつもりはなく、バイアウトの200万ドルを節約したかったんでしょうね。タイガースとしてはキャナが十分オプションの金額に見合うと考え、かつ FA 市場に出る前に彼を獲得できた点に大きなメリットがありました。実際タイガース移籍後にオプションは行使となっています。今季のタイガース打線は全体的に三振が多く出塁率が低いという課題がありましたが、キャナはその真逆のタイプの選手ですので、打線のバランスを取る意味でもキャナはなかなかいいチョイスなんじゃないですかね。ここまでが主な選手の動きで、最後は監督人事もざっと確認しましょう。監督周り結構動きましたよね。プレーオフ中にパドレスのメルビン監督がジャイアンツの新監督となりましたが、ブルワーズのカウンセル監督がカブスの新監督に、マリナーズのスティーブン・ボート、ブルペンコーチはガーディアンズの新監督、ヤンキースのカルロス・メンドーサベンチコーチはメッツの新監督、ブレイブスのロン・ワシントン三塁コーチはエンゼルスの新監督となりました。特にカウンセル監督が同地区カブスの新監督になったのはびっくりでしたね。ずっとメッツの新監督有力候補として名前が挙がっていて、直前には USA Todayボブナイチンゲール記者が今日カウンセルがミルウォーキーに残るかニューヨークに行くかを決断すると報道したら、まさかまさかのシカゴ行き。契約は5年総額4000万ドルと MLB の監督としては史上最高額の契約で、カウンセル監督自身も監督の金銭的待遇を変えたいと以前話していましたので、有言実行といった格好でしょうか。 MLB よりも大学球界の方が待遇がいいとも言いますからね。カウンセルをきっかけに MLB の監督に対する待遇も変わるでしょうか。また今年ワールドシリーズまで進んだダイヤモンドバックスのロブロ監督は4年の契約延長も発表されました。という感じで本当にざっとここまでの主な動向をチェックしてきましたが、いよいよここから移籍市場も本格化していくことでしょう。今年は大谷さんの動向が気になるのもそうですが、トレード市場の方でも外を中心に気になる選手が多いですので、こちら期待したいところ。ノンテンダーで新たに FA となる選手たちもいるはずですので、そちらの行方も気になりますよね。このチャンネルでは選手の移籍状況等を適宜動画にしていきますので、 MLB のストーブリーグを追いたい方はぜひチャンネル登録してお待ちください。ということでご視聴ありがとうございました。